夏目漱石作「道草」四十六賢蔵の心を不愉快な過去に巻き込む糸口になった島田はそれから五六日ほどしてついにまた彼の座敷に現れたその時賢蔵の目に鋭じたこの老人は 正しく過去の幽霊であったまた現在の人間でもあったそれから薄暗い未来の影にもそういなかったどこまでこの影が俺の体について回るだろう建造の胸は好奇心の刺激に促されるよりもむしろ不安のさざ波に揺れた この間ひだのところをちょっと訪ねてみました。島田の言葉遣いはこの前と同じように低調であった。しかし彼がなんでひだの家へ足を運んだのか、その点になると彼は全く知らん顔をして済ましていた。彼の口ぶりはまるでぶさたみまい方々。 そっちへ用のあったついでに立ち寄った人のごとくであったあの辺も昔と違ってだいぶ変わりましたねえ賢は自分の前に座っている人の真面目さの程度を疑った果たしてこの男が彼の服席をひだまで頼み込んだのだろうかまた飛騨が自分たちと相談の結果どおり 断然それを拒絶したのだろうか。賢三はその明白な事実さえ疑わずにはいられなかった。もとはそらあそこに滝があってみんな夏になるとよく出かけたものですがね島田は相手に頓くなくただ世間話を進めていった。 賢造の方では無論自分から進んで不愉快な問題に触れる必要を認めないのでただ老人の後について引っ張られて行くだけであったするといつの間にか島田の言葉遣いが崩れてきたしまいに彼は賢造の姉を呼び捨てにし始めた お夏も年を取ったね。もっとももうだいぶ久しく会わないには違いないが昔はあれでなかなか勝ち気な女でよく私に食ってかかったりなんかしたものさ。そのかわりもともときょうだい同様の間柄だからいくらけんかをしたって中の治るのもまた早いには早いが。 何しろ困ると助けてくれってよく泣きついてくるんでわた私はかわいそうだからそのたんびにいくらかずつ都合してやったよ島田の言うことは姉が陰で聞いていたらさぞ怒るだろうと思うように横平であったそれから手前勝手な立場からばかり見た ゆがんだ事実を人に押しつけようとする邪気に満ちていた賢三は次第に言葉づくなになったしまいには黙ったなりじっと島田の顔を見つめた島田は妙に鼻の下の長い男であったその上往来などでものを見るときは必ず口を開けていただからちょっとバカのようであった けれども善良な馬鹿としては決して誰の目にもえずる男ではなかった。落ち込んだ彼の目はその底で常に反対の何者かを語っていた。眉はむしろ険しかった。狭くて高い彼の額の上にある髪は若い自分から左右に分けられた試しがなかった。 本かな何ぞのように常に後ろへなでつけられていた彼はふと賢蔵の目を見たそうして相手の腹を読んだ一旦欧風の昔に帰った彼の言葉遣いがまたいつの間にか現在の丁寧さに立ち戻ってきた賢蔵に対して 過去の己に帰ろう帰ろうとする試みをついに断念してしまった彼は部屋の内をキョロキョロ見回し始めた殺風景を極めたその部屋の中にはあいにく額も掛け物もかかっていなかった利口賞の書は好きですか彼は突然こんな問いを発した 建造は好きとも嫌いとも言いかねた「好きならあげてもようざんすあれでも値打ちにしたら今じゃよっぽどするでしょう」昔「昔島田は藤田塔子の義質に時代をつけるのだと言って白髪草願晩詩のよううんぬんと書いた半節の当詩を」 台所のへっついの上に吊るしていたことがあった彼の剣造にくれるという利口証もどこの誰が書いたものかすこぶる怪しかった島田から物をもらう気の絶対になかった剣造は取り合わずにいた島田はようやく帰った四十七 何しに来たんでしょうあの人はあてなしにただ来るはずがないという感じが細君には強くあった賢三もちょうど同じ感じに多少支配されていたわからないねどうも一体魚と果のほど違うんだから何がああいう人と俺などとはさ 崔君は突然自分の家族と夫との関係を思い出した両者の間には自然の作った溝があってお互いを隔離していた堅い字な夫は決してそれを飛び越えてくれなかった溝をこしらえた者の,の方でそれを埋めるのは当然じゃないかといったふうの気分でいつまでも押し通していた 里ではまた反対に夫が自分の勝手でこの溝を掘り始めたのだから彼の方でそこを平らにしたらよかろうという考えを持っていた崔君の同情は無論自分の家族の方にあった彼女は我が夫を世の中と調和することのできない偏屈な学者だと解釈していた同時に 夫が里と調和しなくなった原因のうちに自分が主な要素として入っていることも認めていた細君は黙って話を切り上げようとしたしかし島田の方にばかり気を取られていた健三にはその意味が通じなかった「お前はそう思わないかねそりゃああの人とあなたなら 魚ともくらい違うでしょ無論ほかの人と俺と比較していやしない話はまた島田の方へ戻ってきた崔君は笑いながら聞いた「理工省のかけ物どうとか言ってたのね俺にやろうかって言うんだおよしなさいよそんなものもらってまたあとからどんな無心を持ちかけられるかもしれないわ」。 やるっていうのは大方口の先だけなんでしょ本当は買ってくれっていう気なんですよきっと。夫婦には利口証の掛け物よりもまだ他に買いたいものがたくさんあった。だんだん大きくなってくる女の子に相当の着物を着せて表へ出すことのできないのも細君から言えば夫の気のつかない心配に違いなかった。 二後実銭のげっぷでこの間こしらえた雨がっぱの代を月々洋服屋に払っている夫もあまりのどかな心持ちになれようはずがなかった「腹石のことは何にも言い出さなかったようですね」「うん何にも言わない」「まるで狐につままれたようなものだ」「はじめからこっちの気を引くために」 わざとそんなとっぴな要求を持ち出したものかまたは真面目な掛け合いとしてそれを飛騨へ持ち込んだあと飛騨からきっぱり断られたので初めて無駄だと悟ったものか建造にはまるで見当がつかなかったどっちでしょう到底わからないよああいう人の考えは。 島田は実際どっちでもやりかねない男であった彼は3日ほどしてまた建造の玄関を開けたその時建造は書斎に明かりをつけて机の前に座っていたちょうど彼の頭に思想上のある問題が一筋の糸口を見せかけたところであった 彼は一途にそれを手近までたぐり寄せようとして骨を折った。彼の施策は突然断ち切られた。彼は苦い顔をして部屋の入り口に手をついた下女の方をかりみた。何もそうたびたび来て人の邪魔をしなくっても良さそうなものだ。彼は腹の中でこうつぶやいた。 断然面会を謝絶する勇気を持たない彼は下女を見たなりしばらく黙っていた「お通し申しますか?」ああ彼は仕方なしに答えたそれから「奥さんは?」と尋ねた「少しご気分が悪いとおっしゃってさっきから伏せていらっしゃいます」 細君の寝る時はヒステリーの起こった時に限るように健造には思えてならなかった彼はようやく立ち上がった四十八電気灯のまだ小ごとにともされない頃だったので客間にはいつものとおり暗いランプがついていたそのランプは 細長い竹の台の上に油壺をはめ込むようにこしらえたもので鼓の銅の格好に似た平たい底が畳へ座るようにできていた賢蔵が客前出た時島田はそれを自分の手元に引き寄せて芯を出したり引っ込ましたりしながら明かりの具合を眺めていた。 彼は改まった挨拶もせずに「少しゆえんがたまるようですね」と言った「なるほどほやが薄黒くくすぶっていた」「丸んの切り方が平らにいかないところをむやみに火を高くするとこんな変調をきたすのがこのランプの特徴であった」「変えさせましょう」 家には同じ型のものが3つばかりあった建三は下女を呼んで茶の間にあるのと取り替えさせようとしたしかし島田は生返事をするぎりで容易にすすで曇ったホヤから目を離さなかったどういう加減だろう彼は独り言を言って草花の模様だけを不透明にすった 丸い傘の隙間を覗き込んだ建造の記憶にある彼はこんなことをよく気にするという点においてすこぶる几帳面な男に相違なかった彼はむしろ潔癖であった持って生まれた倫理上の不潔癖と金銭上の不潔癖の償いにでもなるように座敷や縁側の塵を気にした。 彼は尻をからげて拭き掃除をした。裸足で庭へ出ていらざるところまで吐いたり水を打ったりした。物が壊れると彼はきっと自分で治した。あるいは治そうとした。それがためにどのくらいな時間がいっても、またどんな労力が必要になってきても彼は決して厭わなかった。そういうことが。 彼の性にあるばかりでなく彼には手に握った一銭どうかの方が時間や労力よりもはるかに大切に見えたのである。何そんなものはうちでできる。金を出して頼むがものはない損だ。損をするということが彼には何よりも恐ろしかった。そして目に見えない損はいくらしても。 かからなかった「うちの人はあんまり正直すぎるんで」「お藤さんは昔賢造に向かって自分の夫を評する時にこんな言葉を使った」「世の中をまだ知らない賢造にもその真実でないことはよく分かっていた」「ただ自分の手前 嘘と承知しながら夫の品性を取り繕うのだろうと善意に解釈した彼はその時お富さんに向かって何にも言わなかったしかし今考えてみると彼女の批評にはもう少し確かな根底があるらしく思えた「筆胸大きな損に気のつかないところが正直なんだろう」 賢三はただ金銭上の欲を満たそうとしてその欲に伴わない程度の幼稚な頭脳を精一杯に働かせている老人をむしろ哀れに思ったそうしてくぼんだ目を今すりガラスの蓋のそばへ寄せて研究でもする時のように暗い火を見つめている彼を気の毒な人として眺めた。 彼はこうしておいた。島田の一生を先日めたような一句を目の前に味わった賢像は自分は果たしてどうしておいるのだろうかと考えた。彼は神という言葉が嫌いであった。しかしその時の彼の心には確かに神という言葉が出た。そうして もしその神が神の目で自分の一生を通して見たならばこの強欲な老人の一生と大した変わりはないかもしれないという気が強くしたその時島田はランプのネジを急に回したと見えて細長いホヤの中が赤い火でいっぱいになったそれに驚いた彼は またネジを逆に回しすぎたらしく、今度はただでさえ暗い明かりをなおのこと暗くした。どうもどこか調子が狂ってますね。建造は手をたたいて下女に新しいランプを持ってこさした。四重屈。その晩の島田はこの前来たときと態度の上において。 何の異ななるところもなかった。王体にはどこまでも建造を独立した人と認めるような言葉ばかり使ったしかし彼はもう先っての掛物についてはまるで忘れているかのごとくに見えた「利公将の利」の字も口にしなかった「副席のことはなおさらであった」。 お首にさえ出す様子を見せなかった彼はなるべくただの話をしようとしたしかし2人に共通した興味のある問題はどこをどう探しても落ちているはずがなかった彼の言うことの大部分は建造にとって全くの無意味からあまり遠く隔たっているとも思えなかった。 は退屈した。しかしその退屈のうちには一種の注意が通っていた彼はこの老人がある日あるものを持って今よりはっきりした姿できっと自分の前に現れてくるに違いないという予覚に支配されたそのあるものがまた必ず自分に不愉快だ。 もしくは不利益な形を備えているに違いないという推測にも支配された彼は退屈のうちに細いながらかなり鋭い緊張を感じたそのせいか島田の自分を見る目がさっきすりガラスの傘を通してゆえにくすぶったランプの火を眺めていた時とは全く変わっていた。 隙があったら飛び込もう落ち込んだ彼の目は鈍いくせに明らかにこの意味を物語っていた自然建造はそれに抵抗して身構えなければならなくなったしかし時によるとその身構えをさらりと投げ出して飢えたような相手の目に落ち着きを与えてやりたくなる場合もあった。 その時突然奥の間でサイ君のうなるような声がした賢三の神経はこの声に対して普通の人以上の敏感を持っていた彼はすぐ耳をそばだてた「誰か病気ですか?」と島田が聞いた「ええサイが少し」。 そうですかそれはいけませんねどこが悪いんです島田はまだ崔君の顔を見たことがなかったいつどこから嫁に来た女かさえ知らないらしかった従って彼の言葉にはただ挨拶があるだけであった建三もこの人から自分の妻に対する同情を求めようとは思っていなかった 近頃は時効が悪いからよく気をつけないといけませんね子供はとうに寝ついたあとなので奥はしんとしていた下女は一番かけ離れた台所のそばの三条にいるらしかったこんな時に細君をたった一人で置くのが健造には何より苦しかった 彼は手をたたいて下女を呼んだ「ちょっと奥へ行って奥さんのそばに座っててくれ」「へえ下女は何のためだかわからない」と言った表すをして愛の襖を閉めた建三はまた島田の方を向き直ったけれども彼の注意はむしろ老人を離れていた腹の中で早く帰って てくれればいいと思うのでその腹が言葉にも態度にもありありと現れたそれでも島田は容易に立たなかった話の継ぎ穂がなくなって手持ちぶさたで仕方なくなった時初めて座布団から滑り落ちた「どうもお邪魔をしましたお忙しいところをいずれまたそのうち」 崔君の病気については何事も言わなかった彼は靴脱ぎへ降りてからまた健三の方を振り向いた。「やぶんなら大抵お暇ですか?」。健三は生返事をしたなり立っていた。「実は少しお話し,したいことがあるんですが健三は何の御用ですか?」とも聞き返さなかった。老人は 剣の手に持った暗い日陰から鈍い目を光らしてまた彼を見上げたその目にはやっぱりどこかに隙があったら彼の懐に潜り込もうという人の悪い嫌な色が動いていた「じゃあごめん」最後に格子を開けて外へ出た島田はこう言ってとうとう暗がりに消えた。 建造の門には見当さえついていなかった50建造はすぐ奥へ来て崔君の枕元に立ったどうかしたのか崔君は目を開けて天井を見た建造は布団の横からまたその目を見下ろした襖の影に置かれたランプの火は 客間のよりも暗かったサくんの瞳がどこに向かって注がれているのかよくわからないくらい暗かったどうかしたのか賢三は同じ問いをまた繰り返さなければならなかったそれでもサイ君は答えなかった彼は結婚以来こういう現象に何度となく遭遇した。 しかし彼の神経はそれに鳴らされるにはあまりに鋭敏すぎた遭遇するたびに同程度の不安を感じるのが常であった彼はすぐ枕元に腰を下ろしたもうあっちへ行ってもいいここには俺がいるからぼんやり布団の裾に座って 退屈そうに建造の様子を眺めていた下女は無言のまま立ち上がったそうして「おやすみなさい」と敷居のところへ手をついておじげをしたなり襖を立てきったあとには赤い筋を引いた光るものが畳の上に残った。 彼は眉をそめながら下女の振り落としていった針を取り上げたいつもなら女を呼び返して小言を言って渡すところを今の彼は黙って手に持ったまましばらく考えていた彼はしまいにその針をプツリと襖に立てたそうしてまた細君の方へ向き直った の目はもう天井を離れていた。しかしはっきりどこを見ているとも思えなかった黒い大きな瞳には生きた光があったけれども生きた働きが欠けていた彼女は魂と直につながっていないような目をいっぱいに開けて漫然と瞳の向いた見当を眺めていた。 おい、賢三はサイ君の肩をゆすった崔君は返事をせずにただ首だけをそろりと動かして心持ち賢三の方に顔を向けたけれどもそこに夫の存在を認める何らの輝きもなかった「おい俺だよわかるかい?」。 こういうい場合に彼のいつでも用いる陳腐で簡略でしかも存在なこの言葉のうちには人に知れないで自分にばかり分かっている憐憫と苦痛と悲哀があったそれからひざまずいて天に祈る時のまことと願いもあった「どうぞ口を聞いてくれ御所だから俺の顔を見てくれ」 彼は心の内でこう言って細君に頼むのである。しかし、その通切な頼みを決して口へ出して言おうとはしなかった。センチメンタルな気分に支配されやすいくせに、彼は決してデモンストラチーブになれない男であった。細君の目は突然平成の我に返った。そうして、 夢から覚めた人のように賢三を見たあなた彼女の声は細くかつ長かった彼女は微笑を仕掛けたしかしまだ緊張している賢三の顔を認めた時彼女はその笑いを止めたあの人はもう帰って だのうん2人はしばらく黙っていた崔くんはまた首を曲げてそばに寝ている子供の方を見たよく寝ているのね子供は一つ床の中に小さな枕を並べてすやすや寝ていた。 賢三は崔君の額の上に自分の右の手を乗せた水で頭でも冷やしてやろうかいいえもうようござんす大丈夫かいええ本当に大丈夫かいええあなたも もう「おやすみなさい」「俺はまだ寝るわけにいかないよ」「建三はもういっぺん書斎へ入って静かなよを一人ふかさなければならなかった」。